iPhone の写真はどれでしょう。レディーゴー。見るフォト。はい、おはようございます。たかしでございます。今日はね、 iPhone11 の発売日ということで早速届きました。買っちゃいましたね。今までずっとね、ずっと Android 使ってたんですけど、なんか今回ね、すごい魅力的だな。特にカメラですね。これね、一眼レフと取り比べしたいですよね。うん、じゃあ早速開封していきましょうか。ちょっとね、これ見てもあれかなっていう感じなんで、パパッといきましょう。パパッと、じゃん。ということで箱来ました。で、あとさっきからあるんですけど、これ iPhone のケースですね。これでやっていきたいと思います。じゃあ早速開けていきましょう。いきますよ、せーの、じゃん。ということでiPhone のゴールドちゃん出てきましたね。これも開けていきましょう。これも引っ張るのかな、矢印がついてますね。よっよっ、何引っ張るって、こう、あ、こういうことみたいですね。箱になりました。ちょっと臭いですねよいしょ、じゃーん。ということで iPhone 出てきましたね。もう開封動画ってもうこれでおしまいなんじゃない？うん、素晴らしい。で、まず iPhone 本体と説明書と M を差し抜きするやつ。あと Apple のシールがついてますね。何これ、何使うんだろうね。このアダプター。これタイプ、USB タイプ C なのかな、ここは。イヤホン。で、ライトニングケーブルの先っちょになってます。充電コードと、あと USB Type-C に変換するコネクタですね。で、こっちのアダプター側が USB Type-C なんで、 USB Type-C の方を入れて、で、これで充電をするという仕組みみたいですね。以上かな。この箱の裏とか何も入ってない。箱重たい。これなんかあれかな、置くだけで充電みたいなのついてないんだ。へえ。見ますかね、始まりました。ほら、ハローだった。これどうしたらいいんだ。ボンジュー、どうしたらいいの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 。ちょっとじゃあこのシート剥がしちゃいましょうか。こんにちは、こんにちは。なになに、これどうしたらいいの。始まった。で、まず日本語設定して、で、日本言語設定中と、クイックスタート、手動で設定、うーん、よくわかんないけど続ける。ちょっと Wi-Fi ネットワーク設定しちゃいますね。はい、というわけでネットワークの設定が終わって、アクティベートには数分かかることがあります。お、データタブレブし続ける。Face ID 続ける。顔カメラの枠内に入れてください。顔を近づけてください。こう、パスワードの設定をして、で、Android からデータは移行しないで iCloud バックアップからということで、これで入れちゃいます。
で、他に接続している Apple 製品の方にパスワードが飛んでいるので、これで確認して入れてみます。で、利用規約で同意します。これいつも読まないよね、利用規約っていうやつは。バックアップを選択、位置情報サービスをオンにする、 Apple Pay 後でウォレットをセットします。キーチェーン、よくわかんない、なんだろう、使用しない、 Siri を続ける。 iPhone に向かって Hey Siri と言ってください。 Hey Siri、ヘイシリ、ヘイシリ、なんだこれ、ヘイシリ、ヘイシリ、なんだと、ヘイシリ、ヘイ、ヘイ、ヘイシリ、メッセージを送信、ヘイシリ、今日の天気は、ヘイシリ、タイマーを3分にセット。ヘイシリ、音楽をかけて。おお、すごい。イエーイ。iPad 解析を共有しません。よくわかんないんで。トゥルーチューン、よくわかんない。続ける。ダークかな。あ、iPhone がすごい熱くなってきてる。もうこれでダメなの？ iCloud から復元してます。なんかリンゴのウェイティングのマークになりましたね。クラウドドライブにアップグレードオフにする。はい。続ける。スイカ、はよくわかんない。あとでウォレットセットアップ、あとで、でホーム移動、続ける、続ける。ようこそ iPhone へ。きたー。というわけでこれが iPhone の画面になります。うん、ぬるぬる動きますね。で、アプリもバックアップされてるんで、今までやってたゲームたちはこれからどんどんダウンロードされるんじゃないかと思います。ドッカンバトルも来るね。いやー、よかった。ちょっと写真撮ってみようか。これはちょっと面白そうですね。これはカメラの機能になります。ほいほい、ここに合わせよう。さて、開封も終わったことなんで、あとは一眼レフと取り比べをやっていきたいと思います。 iPhone の写真はどれでしょう。レディーゴー。行ってきました。疲れました。お疲れ様です。もう今日もね、暑くて暑くて、でもおかげさまでね、晴れてくれて、明日からもうね、曇りとかになってしまうみたいなんで、今日しかないなと思って写真を撮りに行ってきたんですけど、ちょっとね、写真見ていただきたいと思います。このね、 iPhone には 13mm、26mm、52mm のレンズが3本入ってるんですね。で、今回 α7R4、 ソニーさんの α7R4 に FE1224F4G のレンズとですね、 FE2470F2.8GM、そして 50mm 付近はプラナーの 50mmF1.4 のレンズを使ってやっていきたいと思います。で、今回ね、厳密に条件が合わせられないので、もう本当に一眼レフの方は好きなように撮らせていただきました。ボケの量とかもね、結構違うんで、その辺も含めてね、一つの判断基準として見ていただければいいのかなと思いました。あとね、ちょっと iPhone に関してはまだ不慣れな部分があるんで、使いこなせていないだけっていう可能性もあるんですけど、それも踏まえね、1日目のレビューということでやっていきたいと思います。ではまずね、これ自然、まあ川沿いの風景を撮ったものになります。これが iPhone ですね。
うん、空も青くて緑もしっかりと出てますね。シャープさもすごいしっかりとしてるんじゃないでしょうか。うん、でこれがソニーの方になります。これね、比べてみると似たような明るさなのに空が飛んじゃってるの分かりますかね。そう、やっぱりね、この携帯電話のカメラってこの空が綺麗になるようにできてるんですよね。これはね、なんかすごいなって思ってしまいました。シャープさもね、結構携帯に迫るものがあるんじゃないでしょうかね。では次行ってみたいと思います。これはね、26ミリの画角で撮っているものになります。どうでしょうかね。うん、これ iPhone の方ですね。普通ですよね。でボケもあんまりないような感じになってます。これがソニーのカメラになります。ちょっとね、アンバーな写り、まあ、ホワイトバランスが少しアンバー気味になっているっていうのは、まあ、いつも通りなんですけれども、やっぱりね、空が飛んじゃうんですよ。この iPhone と比べると空がやっぱりいなくなっちゃうと。なんか興味深いところですね。では次行ってみましょう。これがね、52ミリの画角で撮った写真になります。でこれ iPhone の方ですね。どうでしょうかね、まあ、普通に綺麗に撮れてるじゃないでしょうか。でこれをね、ポートレートモードの写真の方と比べてみましょう。これがポートレートモード。どうですかね、この2枚比べてみて、このボケさっていうのがすごいわかるんじゃないかなと思います。このボケ加減は本当にね、よくできてるなと思う部分と、あとね、どうしても髪の毛のエッジの部分っていうのはジャギジャギしちゃうんで、その部分がもうちょっと改善されるとね、もっと素晴らしいものになるんじゃないかなと思います。背景とかにもね、よって切り出しやすかったり切りにくかったりっていうのがあると思うんで、そういったところもね、このポートレートモードの弱点にもなり得るんじゃないかなと思うので、ちょっと今後にこれは期待をしていきたいかなと思います。でこの構図、52ミリでソニーさんで撮るとこれですよ。これはね、 FE2470mm の 52mm で撮っています。どうでしょうかね。これ F2.8 なんですけど、やっぱりボケの量は気持ちいいですね。でアンバーなんですけれども、やっぱりね、ディティール描写が素晴らしい。これね、携帯と比べようとしていた自分がね、愚かだったのかなとまあちょっとここに来ていきなり思ってしまうところではあります。やっぱ人の描写は間違いなく一眼レフでしょうね。次いきます。これも 26mm での撮影になります。うん、素晴らしいですね。ちょっと首切り構図になっちゃったんですけど、でまた iPhone と比べてみるとこんだけボケの量が違います。で人の写りも違うんですけど、この2枚を比べてみると顔の肌の処理わかりますかね。人肌の写しすぎてはいけない部分っていうのは iPhone ではおそらく写さないように、少し肌が綺麗になるように加工が入っているんだと思います。はい、では次、今度は、ね、13ミリで取り比べをしてみました。まずこれが iPhone、そしてこっちが α7R4 ということで、2枚比べてみるといかがでしょうかね。2つともやっぱり歪みっていうのは顕著に出ちゃうんですけれども、全然許容の写りというか、まあ、しっかりくっきり緑も綺麗に撮れているんじゃないかなと思います。解像力に関してやっぱりね、ソニーさんの方が素晴らしいのと、当然まあボケを使えるので、そういった意味でもソニーさんはやっぱりすごいんじゃないかなっていうところに落ち着きますね。まあ、当然なんですけどね。はい、次、逆光で 13mm 撮ってみました。これがね、 iPhone の写真になりますけれども、どうでしょう。結構ね、歪んでますね。うん、であとゴースト結構ね出ちゃってますよね。フレアもすごいですけれども、でこれが α7R4 はどうなるかっていうと、こんな感じ、もう全然違いますよね。うん、素晴らしい。ただね、やっぱり空の青さは iPhone なんですよ。
これどういう技術が使われてるかっていうのは分かんないんですけど、この iPhone の空の青さっていうのは素晴らしいですね。であとこっちのソニーの方にもやっぱりゴーストが出てしまっていまして、 FE の 1224mm、F4 の G1 ということで、これもね、まだ G1 のちょっと前のレンズになるんですけど、これがね新しくなったらまあこういうことはなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、現状両方こんな具合に出ていますということになります。次、今度は逆光の下で撮影をした感じなんですけど、直接太陽を入れなくてもねこのフレアが出ちゃうっていうところがあるようでして、まあ、特に iPhone のこの白ってしてるところですね、煙みたいですね。で一応これを一眼レフで撮るとこんな感じでくっきりと撮れるというところになります。で次、自転車に乗っている写真なんですけど、ちょっとね背景が明るくて逆光になってしまいました。でただこの顔を少し、ね、明るさを起こそうかなと思って明るくしたんですけど、やっぱりね暗いと iPhone はノイズがすごく目立ってしまいますね。でレタッチ耐性っていうのもあんまりなさそうなので、これに関してはねできるだけそうだな顔に適してる明るさの場所で撮るとかっていう、こういうなんていうのかな、工夫をしていかないとノイズっていうのが暗いところではひどく出ちゃうんじゃないかなと思います。でこれを一眼レフで撮るとこんな感じということで、うん、この写真いい写真ですね。なんかしびれちゃいますね。はい、じゃあ次行きます。はい、でこれがね奥行きのある写真ということで iPhone で撮ったものです。でポートレートモードに設定をしているんで、ちょっと輪郭の部分よく見るとおかしいんですけど、これねボケもすごいですよね、うん、ちょっと汚い、やっぱり汚いんですけど、これを加工でしてしまうっていうところはなんだかすごいなっていうふうに思えます。でなんかちょっと僕もよくわからないのですが、この奥行きに対するボケと手前のボケっていうのは同じ処理をしているのかな。でこっちが一眼レフの方で撮った写真になりますが、これも文句なく素晴らしい出来かなと思っています。うん、素敵、うん、素敵ですね。でこれもポートレートで撮った写真、こっちはなんかね境界線が頭のとこ少し変ですけど、顔の面はそんなに目立たないんで少し自然に見えるかなと思いまして、これなんかいい写真ですよね。うん、iPhone の中で今日一番いい写真かもしれないです。でこっちが一眼レフで撮った写真になります。うん、比べてみるとねやっぱり一眼レフには一眼レフの良さっていうのはどうしてもあるので、そのところをどうねこう解釈をしていくかっていうところは結構重要になってくるような気がしますね。はい、では次、これもね逆効果での撮影になるんですけれども、やっぱりちょっと白っちゃけちゃうんですよ iPhone の方。ちょっと後ろ汚いんですけど、こっちが一眼レフの写真なんですけど、どうでしょうね比べてみて、やっぱりねちょっと白っちゃけちゃう、なんていうの、コントラストを低くして顔の明るさをなんとか持たせようとしているのかなっていう感じなんですけど、うん、こんな感じの絵になってしまうようです。でこれにそれにポートレートモードを足すとこんな感じということで、うん、結構ボケが綺麗に出ましたね。どんな条件になってるかわかんないんですけど、この条件下だと顔のギザギザっていうのは気にならないですね。 iPhone で撮った写真になります。でポートレートモードで撮っております。でこれどうかなって比べてみると、ソニーさんの方はもう光のノリとか最高ですね。ただ iPhone の方がそんなにひどいかって言われると全然ひどくなくて、うん、素晴らしいとは思うんですよね。このボケ方もちゃんとね、うん、はい、というわけでいかがだったでしょうか。 iPhone とね一眼レフの写真を撮り比べてみたんですけれども、やっぱりね、まあ、全画角にわたって、うん、センサーサイズの大きさなのかな、まあ、いろんな部分でやっぱり iPhone の方が画質が少し荒かったりとか、逆光とかねフレアとかゴーストっていうのが弱い部分が見受けられました。
ちょっとね、相当自分も iPhone に対する期待値が今高くなってしまっていたんですけど、こうやって一眼レフで比べてみると、大したことないな、まだまだ一眼レフは強いんだなっていうのを改めてね認識をさせられました。 iPhone なんですけれども、やっぱ使ってて思ったんですけどね、やっぱ写真は撮りにくい、あのね、モニターすぐ見えなくなっちゃうんですよ。で、そんな中、このね、一眼レフのこのファインダーっていうのがどんだけ便利なものかっていうのをね、再認識させられましたね。もしかしたらね、このままいくと iPhone11 売っちゃうかもしれないですね。もうすごいね、期待値高かったんですよ。ただなんかね、ちょっとこれを受けてちょっとそれがヒュンってなっちゃいました。あのね、ゲームをしているんですよ、今。第五人格アイデンティティ5っていうゲームをしているんですけど、そのゲームはね、やっぱりすごくスムースに動きそうなので、ちょっとこれをね一回楽しんでみて、なんかこう費用分のねこの楽しみを得られないようだったら、ちょっと売って XS にしてしまおうかなとも思っております。で、あとね、この後ね、動画を流して比べてみたをちょっとやってみたいと思いますので、これも見ていただければと思います。というわけでね、本日もゆるゆるっと検証をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと超特急で編集をしているんで、いろいろミスもいらない部分も目立つかもしれないんですけれども、ちょっとこの後半の部分はね、面白いものになっていると思いますので、ぜひ拝見をしていただければと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では